最後は羽生結弦選手の舞台裏。スガシカオさんの生歌に乗せて情熱的な演技を見せた羽生選手。実はこの日の午前中には、本番さながらの気迫で練習。水をかぶるシーン、曲をかけた練習では毎回水を用意、常に全力でリアルに滑り切っていました。そして迎えた本番、圧倒的なステップに会場のボルテージは最高潮。その頃ステージ裏では、出演者たちが集まり大盛り上がり、同じスケーターからも注目されていました。そしてフィナーレでは、8年ぶりの名古屋でのショーを全力で駆け抜けました。そして来月2日にはファンタジーオンアイス in 名古屋の特別番組を放送します。ぜひご覧ください。スポーツをお伝えしました。